日本海リーグは今日が第25回戦、金沢市民野球場でこの後午後2時のプレーボール予定となっています。3球目ショートの前、川崎です。三塁ランナー竹部今ホームイン、一塁はセーフ、足が離れました。ツーアウトながら二塁に塚下がいます。打っていきました、これは左中間に飛んでいます。二球目引っ張りました、一二塁間抜けていきました。この試合の最初のヒットはミリオンスターズの阿部です。ライト前ヒット。さあ阿部がスタート、大神から二塁に送球、セーフ。川崎です、いい当たり、ライトへ飛んでいる、ちょっと目測を誤った、見上げる感じになって、これは長打になりそうだ。まずは阿部がホームイン、打ったバッターは三塁へ、いい当たり、伸びていく、レフトへ飛んでいる、あら根本は追いません、入ってしまった、ホームラン。高木にスリーランが飛び出しました。今ゆっくりと戻ってきます、ホームを踏みました。石川ミリオンスターズこれで4点です。2エンド2、空振りです。最後はスイングアウトの三振に倒れました。こちらに来たということでしたけれどもね、フルカウント、あこれはいい当たり、レフトに飛んでいます、杉崎に追っていきますが入った、ホームラン、三塁を回りました。ゆっくりと今河野がホームインです。富山2点目が入りました。一二塁間、追いついた吉村望むファーストへ、ナイスプレイ、おお決まった、見逃しの三振、3球で決めました。先は取り返しましたからね。これは三遊間抜けていきました、レフト前にヒット。バントしました、これはないバント、ピッチャーの前、一塁への送球がそれました。キリンです、いい当たり、伸びていく、これはどうか、フェンスに当たりました。これを見て殿田が三塁を蹴って今ホームイン、5点目が入りました。2ボール1ストライクです。いい当たり、三遊間割っていきました、杉崎が今ホームイン、そして川崎も三塁を回って今入りました。いい当たり、捉えました、ライトの前、高木は二塁を回って三塁に向かいます。ナイスですね。空振り三振、4球目です。これはセンターへ飛んでいきました。富山は今日2本目のヒット、ランナーはスタートします、打っていきました、センター前に抜けていく、松重が三塁に到達しています。ボールワンストライクです。これは捉えたか、杉崎がバックする、バックする、入った、ホームラン。ピッチャーの前です、森が取って殿田へ送ります。3アウトチェンジになりました。だっていう思いはあるかもしれませんね。それはあると思いますよ。あ、空振り三球三振です。打ち上げました、内野フライ、吉村望む、風がありますが取りました。
っ込んでいます。村上ちょこんと当てました。ショートの前、あ、高木が取ってファーストに送るが、これは間に合いません。芯でした。セカンドの前、ワースライ向き、4-6-3と当たりました。3アウトチェンジ。5球目です。空振りの三振、最後は三振でした。次が4球目です。捉えました。ライン際落ちました。これは長打コース。島村は三塁を回ったところで止まった。石橋二塁だ。三塁線、高木がよく取った。ファーストナイスサード、ダブルプレー。バットが折れた。ファーストの前、園田自らベースを踏みました。これはうまく打っていきました。レフト前に運んでいった。よし、ストライク、見逃しの三振。決まった、ストライク、見逃しの三振。インコースのボール三振、145キロ、センターへ飛んでいます。阿部がかなり右に寄っていきますが、おっと、頭の上を越していきました。大神が二塁を蹴って三塁へ向かいます。三塁だ。空振りの三振。5球目です。詰まったあたり、レフトの前、杉崎が出てきました。キャッチしました。ありません。ヘルナンデス、最後は空振り、アウトコースのボール、少し詰まったか、センターへ飛んでいる。しかしよく伸びていくが、阿部フェンスを越えましたか。ショートの前、川崎が取ってファーストへ速いボール、アウト。守りきりました。フェルナンデスが手を叩いて喜んでいます。4球目引っ張りました。一塁線、ファーストが取って、カバーのピッチャー足が速かった。スタートしました。大神から二塁に送球、盗塁成功。三遊間ショート取れない。阿部が今ホームイン。ダメ押しとなるか。8点目が入りました。そして迎えるバッターは宮澤。レフトの前にクリーンヒット。最後は空振りの三振でした。点差で行きましたから、それから考えると、打ち上げた、殿田か、手を上げました。高いフライ落ちてくる、取りました。さあこの瞬間にターム2、まあ、夏を制する者は強いと言われますが、聖火のターム2、ミリオンスターズが力強い勝ち方で制しました。